静岡県は新型コロナウイルスの感染者の全数把握が見直されることを受け、クラスターの公表を中止する方針を固めました。政府は感染者の全数把握を見直し、今月26日から全国一律で報告の対象を重症化リスクの高い人などに限定します。これを受け、昨夜開かれた静岡県の専門家会議で、県からクラスターの公表を取りやめる方針が示されました。専門家は、公表することによる感染防止効果が低く、どういう場面でクラスターが起きやすいかすでに周知されていると判断。県の方針を全会一致で了承しました。県は近く正式に決めるということです。